石燕の章、煉獄の叙事詩。どうにか全エーギルコーラ反皇帝派の動きを抑え込んだエーデルガルトは、闇にうごめく者の首魁タレスが姿を見せないのを不安に思いながらも軍を再編していった。再び勢いを盛り返した王国と中央教会の軍勢を叩き、この戦争を終わらせるべく帝国軍は動き出す。皆にはガルグマクに集結してもらったわけだけれど、いよいよ出陣するわ。よっしゃ、待ちくたびれたぜ。出陣、出陣だ。今回はレスターの名手クロードと連携して共同で王国へ向けて軍を進める。西側の戦線を無理に上げることはせず、東側から王都に攻め寄せるわ。ガルグマクから同盟領を北東に進み、ガラテア領に攻め入ることになります。今度こそしっかり終わらせたいですね。また急いで戻るとかごめんですよ。そうですね、早く面倒事が片付いてくれるといいんですけど。ええ、二度も同じ真似はさせないわ。その点は安心して。波動の果てまで突き進みましょう。皆の奮戦に期待するわ。いよいよ進軍開始か。俺たちにも声がかかってるってことは、どうやら本気で戦争を終わらせる気だな。ええ、そうですよ、ジェラルド殿。我々は王都を落とすまで止まりません。貴殿ら傭兵団も我々と共に進発予定です。よろしく頼みます。王都には少し因縁のある相手がいてな、俺もどうやら決着をつけなきゃならねえ時が来たようだ。もちろん用意は万全だよな。おい。もちろんだ、しっかり働かせてもらう。あんたらと肩を並べて戦えて俺も嬉しいよ。帝国の本軍が去ったおかげで西部の戦線は多少盛り返したようだな。けど肝心要のアリアンロッドには帝国の軍務卿が入っているんでしょ。攻略には骨が折れそうですし、そもそもそこに欠かずらってる暇もないっつうか。とはいえここで足踏みをしていれば帝国の本軍が戻ってくるのではないか。メリセウスで起こった反乱はすでに鎮圧されたとの報が入っている。敵軍はすぐに西部に、いや東部から直接王国領に侵攻してくる可能性もある。ディミトリーを提案があります。何でしょう、レア様。ガルグマクを奪還しましょう。それしか起死回生の方法はありません。私がフォドラ全土の信徒に呼びかけます。主のためにあの地を取り戻すのだと。もしもガルグマクを陥落させられれば、帝国軍を牽制できるだけでなく、今は帝国に味方している同盟諸侯も考えを改めるかもしれません。レア様、お言葉ですが、それは。それに今のガルグマクには南方教会の司教がいるはずだ。彼を捕らえ、正教会の主座にあるのが大司教であると認めさせれば、帝国内の信徒たちの皇帝への忠誠は間違いなく大きく揺らぐことだろう。今でこそ信仰も揺らぎつつありますが、アドラステアはセイロス正教会発祥の地、敬虔な信徒も多いはずです。彼らを味方にできれば状況も好転するのでは。善は急げと言います。
すぐにでも皆に伝えなければ。ですがレア様、大修道院奪還はともかく信徒への呼びかけには同意できません。なぜです？私たちが呼びかければ信徒たちの心も一つに結束するはずです。そのようなことをして我々の狙いを明かせば、相手に防備を固めさせるだけでしょう。敵の固めうる防備が集う信徒たちの力を上回っていると、そこまで帝国の勢いが増しているのか。ならばどうするつもりだ？東部の防衛をカロンやガラテアに任せ、我々はアリアンロッドへの大攻勢に出る。そのように見せかけておいて、馬車を返して投進しましょう。投進ってことは、煉獄の谷伝いにガルグマクを奇襲するってことですね。なるほど。西側から攻めると俺たちはアリアンロッドとガルグマクの帝国軍に攻撃されちまう可能性がありますか。わかりました。私に依存はありません。アリルからガルグマクまでの道案内は私たち教団の者に任せてください。大修道院は私たちにとって大切な聖地、主の名にかけて必ず取り返してみせます。ではこちらも陣容を整えておきます。レア様、セテス殿、頼みますよ。聞いてくれ、私は妙案を思いついた。この実行は私の役目だな。行きましょう。エーデルガルトに頼んで処理してもらおう。こちらは自分で行くしかないな。時間を空けねば。おいフェルディナント、さすがに寝た方がいいぞ。でヒューベルトが、俺も同意見だが。ああすまない、このところやることが増えてしまってな。私も眠いのだが、もう少しで終わるから。フェルディナント、働くときは全力、休むときも全力なんだろ。眠くて全力出せないならまず全力で寝ろ。それで明日また全力で働け。あそうだな、確かに君の言う通りだ。私としたことが全力で取り組めていなかったとは。分かればいいさ、早くしろよ。ここを閉じるの手伝ってやるから。先に寝てお前が仕事に戻ったら困るから一緒に。待ってくれ。なんだ？あ、いや、なんでもない。その伝言感謝するよ。ヒューベルトにも後で感謝を伝えておこう。ああそうしてくれ。あいつはよくお前のことを気にしてるし。そうなのか、文句を言われることの方が多いぞ。俺だってそうだ。ハハハ。
そうなのか。君は気に入られているかと思っていたよ。だったらよかったんだかな。そういえばどうだね、明日は久々に君も私と予定を合わせないか。全力で起床し、鍛錬し、食事する。このところ私が多忙なせいで時間が合わず、どうにも物足りなかったのだよ。全力を標榜する者同士、協力して互いのさらなる全力を引き出し合おうではないか。ああ、構わない。俺は忙しいわけじゃないしな。だが一つだけ訂正しとくぞ。俺は全力は標榜してないから。ありがたい。これで私も全力に邁進できる。さあならば行くぞ、全力の睡眠へ。拠点の寝苦しい寝床が我々を待っている。それは冗談で言ってんだよな。冗談まで全力で分かりにくすぎる。思ったより元気そうね。メリセウスでの戦いの直後より随分と顔色がいいわ。あなたは率直に言葉を投げるな。もう少しこう、いや、その方がかえって気遣われた感じがして困るかもしれない。ありがとう。もう平常通りだよ。何事にも全力で当たってみせるさ。いや、別に全力は出さなくていいのだけれど、まあいつも通りというのならば、次の戦いも期待しているわね。ああ、任せてくれたまえ。どんな相手だろうと打ち倒してみせよう。もし廃止しようものなら、私の最後の記録が父を撃ったことで自責の念にとらわれ戦場にその命を捨てたなどになりかねん。私は父を撃った。そこに干渉がないといえば嘘になるが、自分を責めたりはしない。あの選択に誤りはなかったと信じているのだ。あら、そうしたら私は何かしら。宰相との権力闘争の挙句内乱を起こされ、対外戦争で敗れた愚弟とか、そう呼ばれる覚悟はできているわ。もちろん負けるつもりはないけれど。当然だ、負けさせはしないさ。万一あなたと私の命が天秤にかかったら、私は自責の念にとらわれて死んだ汚名をかぶってあなたを生かすことを選ぶよ。なんだ、何かおかしいことを言ったかね。いいえ、そんなことはないわ。あなたは強く誇り高い。世の貴族が皆あなたのようであれば、貴族という身分を壊す必要もないのに。そう思っただけよ。まあ無理な話よね。無理なものか。いや、今の状況からすれば無理に見えるのは致し方ない。致し方ないが、貴族の可能性はそんなものではないのだ。大国の政務や軍事を担うため、先祖代々連綿とつながれてきた知恵や知識を持ち、領主として民から受けてきた信頼やその土地への理解、統治の方策を継ぐ。貴族が築き上げてきたそれらを捨てることはできない。それは当たり前でしょ。私を何だと思っているの。壊して終わりにはしないわ。貴族の後を継ぐのが平民になるのよ。だがいくら素質があったとしても、
ただの平民が貴族に変わることなど。いや、待ってくれ。そういうことだな。あなたは貴族や豪商の子しか入れない、かつての士官学校のようなものではない。財産などなくとも誰でも入れる平民のための学校を作り、貴族の教育を施すと。あなたの話はよく飛躍するけれど、それが私にとっては必要みたいね。どういうことだね。あ、いや、頼ってくれるのは嬉しいな。タレスは何を企んで。テートは大丈夫かしら。またなり。誰。ベルナデッタ？こんな時間に、こんな場所で何を？少しここで引きこもろうかなって。ここは、たまにベルが引きこもってる場所なんですよ。そうだったの？それは邪魔をしたわね。いいえ、別に。その…エーデルガルトさん、なんだか元気がないですね。何か悩みがあるんです？ベルでよければ聞きますけど。ありがとう。でも皇帝の悩みなんて尽きるはずもないわ。聞いていたらキリが。そうじゃなくて。ベルナデッタ、前にベルの呪いが解けたのかもしれないって話をしたとき、エーデルガルトさん、自分もって言いかけてましたよね。私みたいにエーデルガルトさんも何か呪いがあるんじゃないかって。だからこうしてベルと同じように夜に一人でこんな場所に。参ったわね。あなたに見透かされるなんて思っても見なかったわ。その通りよ。私もずっと苦しめられていたことがあった。その相手と戦って勝ち、呪いは解けたと思っていたのだけれど、そう簡単にはいかないわね。まだ相手は生きているし、仲間もいる。そうなんですね。ベルもやっぱり簡単にはいかないです。ずっと外にいると急に引きこもりたくなって、とにかく一人でいたくなって。私は引きこもることが必要な人になっちゃったみたいなんです。そういうものよ、ベルナデッタ。誰しもが傷を抱えたまま前に進んでいく。寄り添って優しくすれば傷が癒えるなんていうのは幻想なのだから。世の中は厳しいですね。でも絶望する必要もない。そのために戦っているのでしょ。人々が理不尽な傷を負わぬよう、立ち上がりたい者が立ち上がれるよう、引きこもりたい者が引きこもれるよう、私たちは作るのよ、この手で。本当ですか？ベルも戦って引きこもります。ええ、やるべきことさえ果たしていれば、あとはいくらでも引きこもっていていいわ。やるべきことっていうのが大変なんです。やっぱり厳しいです。
はこのくらいにしておくか。見事な槍さばき、さすがは文武兼備の貴族ですな。ヒューベルト、君は相変わらず神出鬼没が過ぎるな。鍛錬中に突然現れては、誤って槍で疲れても文句は言えないぞ。そうですな、訓練中の事故はよくあることですから。仮に貴殿が私をここで突き殺したとしても、ただの事故で片付けられるでしょうよ。ヒューベルト、冗談でもそういう話はやめてくれ。いや、先に軽口を叩いたのは私だったな。すまなかった。はあ、素直に謝られても反応に困りますがね。ともあれ、貴殿の訓練は近頃危機迫るものがありますな。何が貴殿をそこまで駆り立てるのか、少々気になって様子を見に来たのです。当然だろう。この戦争もいよいよ佳境を迎えたと私は見ている。なればこそ一層気を引き締め、勝利へ向け邁進していかねばなるまい。仲間のため、帝国のため、より良き未来のため、そして亡き父のためですかな。父の、なぜそう思うのだね。帝国を支え、私が憧れた父は遥か昔にいなくなった。メリセウス要塞にいたのは、生き方を見失ったただの反逆者だった。そんなものを今さら。フェルディナント殿、否定するのであれば、ただ違うと口にすればいい。言葉を重ねては逆に真実だと認めているようなものですよ。そんなつもりは全くない。ないわ。心のどこかでそう思っている可能性は否定すまいよ。貴殿は変わりましたな。いや、本質は何も変わっていない。しかし、堅くなな本質はそのままに、随分と柔軟な顔を持つようになった。君は変わらないな。私が無知だった頃から、あの頃から、まっすぐにエーデルガルトと二人ただこの道を進んできた。だが今はその道を皆が歩んでいる。君たちはその先頭にいるのだ。何が言いたいので？その道の先頭に私も加わるぞ。皇帝の左右に並び立つ二人となるのだ。それが私と君、すなわち帝国の双璧だ。帝国の双璧ですか。ああ、少し笑いすぎではないかね。
いや、少しお話ししましょう。そうね。そうか。ああ。ちゃんと食べてるか？ちょっといいか？そうか。そうだな。ええ。そうですね。なあ、話しますが、少し良いか。金は落ちてなかったか。調子はどうだ。こちらです。ごきげんよう。よろしくお願いします。聞いてほしいんだ。そうだな。
うんうん。あの、お疲れ様です。本日は異常なしであります。お願いします。ちょっといいか。実はな、ちょっといいか。いや、そういや、以上だ。
しら。やったな。感謝するぞ。代わりにこれを受け取ってくれ。頼む。いいかしら。そうか。いいかな。お呼びでしょうか。いかがなさいましたか。どうですかな。そうだな。おや、
の力で何かを掴んだ。私、コツが分かってきたのか。習得したも、私は嫉妬は強くない。力を得てこ、何かを掴んだ気。この力、習得したものは愛のためなら。私、この力、ほう、なるほどね。私にも習得したものは、この力で獲物が増え、獲物が増え、流すしました。この力で何かを掴んだ気。私、この力、私にも慣れるまで。強さも、何か手伝ってくれるのか。終了。いい作業は、作業は皆で。何か手伝ってくれるのか。重圧のかかる仕事と比較すれば、これも良い息抜きになったのでは。ええ、そうね。思いのほかはかどったわね。成果が出てほっとしているわ。作業は、手順ど、あなたたちが仲良くしているとおかしくないはずなのに、不思議な気分になるわ。それってもしかして嫉妬ですか。陛下の私への思いが溢れて。お腹が減った。その時は、お腹が減った。まずまずの味だ。何度も言うけれど、食事は飲むものじゃないからね。カスパル、聞いてる？おう、任せとけ。しっかり噛み砕いて流し込んでやるからな。いただきます。お腹が減った。あら、ミッテルフランク歌劇団の新旧歌姫を二人並べて、ずいぶんと華やかな食卓ね。そんなこと気にせずに声をかけたんじゃ。ほら、不思議そうな顔してますし。お腹が、
手順。これ私かなり好みます。お腹が減ったらまた来てください。今は守りの、あんまり面倒な子、力を合わせれば楽だよ。できるできる私に任せてくれ。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。俺はどよし、時奪われぬことに力を尽くすぞ。この苦境共に乗り越えましょう。俺はどうすりゃいいんだ。よし、一丁やってやるか。あがいても無駄ですよ。これで終わりよ。叩き切る。さあ予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。この砦の攻略は任せてもらおう。引き際も重要か。この結果どうかしら。どうかしましょう。存分に楽しませてくれたわよ。ここを足掛かりにまだまだ攻めるぜ。警戒してみはると出んなよ。君がやるなら僕も頑張るよ。邪魔だ。出番だな。俺はどうすりゃいいんだっけ。俺が援護する。待ってろ。どうやらここまでみたいね。うまくいったな。カズ、次も私を頼りにしてくれたまえ。悔しい、足を引っ張っちゃった。これも戦いだ。悔しい、足を引っ張っちゃった。俺がいる限りここの守りは崩せねえぞ。傷が深い。敵対しか。できるできないではない。予定通り行くわよ。私の力しなければ失敗するはずもないわ。ただで済むと思うな。テフより苦いの。
思い出になりましたわ。この一戦で最高の舞台にしてあげるわ。この砦は抜かせませんよ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。いや、君の気合がここまで飛んできたよ。よし、一丁やってやるか。予定通り私の力見せてあげる。俺はどうする。取ったぜ。キャプテン、もう一ついっとくか。キャプテン、見たまえ。うまくいったぞ。この傷じゃもう戦えねえか。この結果どうかしら。死なずに済んだか。さあ次だ。さすがは帝国の総壁。その力はこれからも頼りにしているわ。これも戦いだ。というわけで、王国は大規模な軍を西方アリアンロッドに向けて進める構えだ。ええ、そのようですな。こちらでも情報は確認しています。しかし俺からするとどうにも気になる動きでね。ほう、偽装だと。とすると狙いは限られますが、例えばデアドラなど帝国を差し置いて攻めるとはとても思えません。目標となりそうなのはガルグマクの他にはないのでは。まあそうなっちまうよな。もしそうなら俺たちはどう動く。あそこを落とされるわけにはいかないわ。防備の兵は増やさざるを得ないわね。だからといって王国に侵攻する兵力を減らすこともできない。総力戦よ。さすがは国力に余裕のある帝国の皇帝だ。同盟じゃそうはいかないんだがな。まあいい、俺の推測を聞いてくれ。もし連中がガルグマクを攻めるなら
西側の経路は使わないだろう。アリアンロッドとガルグマクの帝国軍に挟まれて逆にやられちまう。とすればあいつらはどこから来るのか。ガルグマクの北、アリルの谷を通ってくると言いたいわけね。そう、図らずも俺たちが進軍しようとしている煉獄の谷、アリルさ。となればセイロス騎士団も総力を挙げて出陣するだろう。かなりの大軍になる。仮にそうだとして、貴殿はどう動きたいというのですかな。衝突を避けるため我々の進軍路を変更すると。いや、その逆さ。俺たちが協力して軍を動かせば、どっちにしろ王国には気づかれちまうだろう。ここはアリルでぶつかってやるんだ。アリルは巨大な谷とはいえ、所詮谷ですからな。地形も険しく、兵力に物を言わせた戦いはできない。兵数で劣る敵に利があります。相手は喜んで挑んでくるでしょうが、こちらが付き合ってやる意味がありますか。ああ、あまりにも優位に立とうとすると逆に痛い目を見ることもある。勝てるなら相手を同じ舞台に上げてやるってのが勝ち切る種だと思っていてね。それに俺は何より犠牲を減らしたいんだ。この一戦で決まるならその方がいい。それを言われると弱いわね。まあ私もその方針に異議はないけれど。ところでヒルダ殿、何か意見はありますか。ずっと思考を巡らせているようですが。私は何もないわよ。クロード君に頼まれて付き添いしてるだけだしね。でも早く決着がつけられるならその方がいいとは思うけど。結果を出してこそ価値があるからね。なら勝てる、そう思うだろう。ベルの出番ですよ。あれ落ちた。
皆に申し訳が立ちませんね。成功だ。ごめんなさい。この程度は暴れちまうだぜ。もらった。邪魔だ。俺の出出番か。それと任せていいか。僕らの連携技だね。行け。俺が当てる。お前らの負けだ。取ったぜ。さあもう一つ言っとくか。試す価値はありますわね。よっ、邪魔だ。制圧だ。好きに使ってくれ。やってみよう。また俺に任せとけ。悔しい。足を引っ張っちゃった。もらった。邪魔する奴は残らず撃て。いや、君の気合がここまで飛んできたよ。この力で俺は未来を切り開くんだ。まだまだ止まらないぜ。とんでもない活躍ですね。見てるベルの方が攻撃しちゃいそう。くらえるぞ。俺に任せとけ。援護ここまでか。あとは頼む。文句のつけようもねえ勝ちだな。俺のまだ先があり。この策を試してみたい。任せてくれ。うむ。頼んだわ。どうだ。
うん。遠乗りか、構わない。何か新しい発見があるといいが。森の中の戦闘は厄介だ。何も出ないといいが。目撃者はいないと。仲間割れはごめんだが。仲間の誰もが死なず、この戦争が終わるといいな。うん。子供の頃から食べるときは際限なく食べるし、食べないときは数日抜いても平気だったよ。なるほど。不思議な夢を昔からよく見るんだ。君はどうだ？なるほど。ありがとう。新しい発見があったよ。ことはしたくないんだけどな。力を合わせれば。私も微力を尽くしますね。私に任せておけ。私に任せておけ。一つ試すか。お、や、有効に使え。力及ばず。すまぬ。や、ふん、
攻め落とすのだ。ここ陛下のために役立ててくださいよ。これで許して。ちょっと悪くないですか。私に任せておけ。悔しい。足を引く。私にお任せください。飛んじゃった。私の勇姿誰か見ました？
これで任務これでも習得したもの生き残る。できるできないではない。やってみせよう。私に任せ。あんまり面倒なことはしたくない。力を合わせれば楽だよ。俺に任せとけ。よし、片付けように立ち回らなきゃな。俺たちなら勝てる。そう思うだろう。休んだ。敵より苦い思い出になりましたか。ってこの傷じゃもう戦えねえか。次はどうする。これで許して。せいやった。好きに使ってくれ。一肌だ。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。脱ごう。決める。はい、ちょっと
は頼む。次も私を頼りにしてくれたまえ。覚悟。悔しい。足を引っ張っちゃった。どうだ。ただで済むと思うな。我らの活躍やっとか。できるできないではない。やってみせよ。目に焼き付けるがいい。足を引っ張っちゃった。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。さすがだ。私も続こう。俺の俺は出番か。貴様ただで済むと思うな。邪魔だ。これからは本気で行かせてもらう。愚かな。死ね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 。愚かな。俺との鍛錬の成果が出たか。成功だ。次はの自由か。とっ、とっ、とっ、目覚めしにもちょうどいいかも。くらべっ。まだ立ち止まるわけには。これで許して。この程度じゃ満足しきれない。俺の目指すところはもっと上だ。それが君の全力か。なるほど。とてつもない戦果を上げたぞ。このままじゃダメだ。邪魔だ。俺たちに月があったみたいだな。まっ、これはどう？できるできないではない。待ちくたびれて燃え尽きそうだったぜ。あ、私はルキが良かったんじゃないですかね。この程度。これ許して。ここまでか。あとは頼む。お願いします。
僕らの連携技だね。ゼロ、ベルたちは最強です。ベルはカーッ。一発、ベルの出番ですよ。ダヌゴ、ひねる。この傷じゃもう戦えねえか。ベルの出番ですよ。この一戦最高の舞台にしてあげるわ。この程度でダメだろうけど、撤退を進言したい状況だよね。できるできないではない。ベルの出番ですよ。とついてきたまえ。頑張ります。はっ、はあ、じゃあよっ、じゃあえいテイクはっ、キャッセア、とさあヘッド、ほっ、みんな全力を見せよう。
すがに後ろの方で寝ているわけにはいかなかったな。来たら帰りはしないけどさ。私に任せておけ。息を合わせるぞ。予定通り行くわよ。私の力と救出を急いで。失うわけにはいかないもの。不利なのが分かってて戦うの？仕方ないな。悪いのすみません。手を貸してください。あんまり面倒、落としたからには役に立てたいよね。働いた分だけここで休んでたら。またでしょ。面倒だな。天体だ。やったな。見ていな。ベルの出番ですよ。うまくいくといいけどな。あんまり面倒な子、僕も行く。あんまり面倒な。さい。傷を。天体しなければ。お願いします。助けてください。まだ立ち止まるわけに。十分な成果が出たでしょ。終わりよ。叩き切る。感謝します。このお礼必ず。寝てたよ。予定通り行くわよ。私が援護に回るわ。あ、ダメ。あなたのそばで戦わせてもらうわ。うまくいったわね。戦場を駆け抜けましょう。うまくいくといいけどな。ダメだろうけど、撤退を進言したい状況では。時間のために今日は殺すしかない。これでやりやすくなった。先に撤退するぜ。私の勇姿、誰か見ました？
救出成功ね。間に合ってよかった。人生を無駄に。これも相手か。上勢のある奴とのいいく仕方ないな。まあもうはかどったか。これがコツが分かって。楽だよね。予定通り私の力見せ。俺に任せとけ。よっ、ダメ。みんなの奮戦に期待するわ。俺たちなら勝てる。そう思うだろう。逃げる選択肢はどうかな。俺はこっちか。もう熱すぎよ。やけどしちゃったの。この傷じゃもう戦えねえか。この結果どうかしら。面白そうな奴らがいるじゃねえか。やっとか。予定通り行くわよ。動くわ。面倒だな。よせ、私の力見せてあげる。俺は休んだろ。うまくいったな。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。俺も負けない。
最高の舞台にしてあげるわ。また腕を上げちまったか。頼もしいわね。もっと派手にやってもいいのよ。クラウド。やった。ここまでか。この結果どうかしら。邪魔だ。取り出した。俺よし、一丁やってやるか。俺に任せとけ。よっつ、はい、もらってくぞ。死んでは元も子もありませんね。この程度朝飯前だぜ。このまま攻め落とす。少し休んだろ。よし、これは成功と言っていい。クラウン制圧だ。好きに使ってくれ。戦いが終わった時に立ってなきゃこの戦果も意味をなさないさ。また一人先を行かれちまったか。けどお前なら当然の結果だよな。やるぜ。さすがに後ろの方で寝ているわけにはいかなかったな。なかなか興味。どうだ。ああ。頼んだわ。フェルディナントが出るぞ。戦場にタコシ。休んだろ。覚悟はできてる。見ていなさい。俺はどうすれ。よし、一丁。できるできないではない。私に、ま、俺に任せとけ。よし、はい、先陣は俺に任せてくれよ。行きましょう。さあ、じゃあ、じゃあ。予定通り行くわよ。あとは頼みます。この程度で。
俺は死ぬ死ぬ死ぬともこもありませんのに、どうだ、ここまでか、あとは頼む、見たまえ、うまくいったぞ、やっやった、できるできないではない、やってみせよ、これは私の失態ですね、立て、誰よりも武勲を立ててやる、熱すぎよ、やけどしちゃったの、この程度朝飯前だぜ、見ていなさい、よし、足を引っ張っちゃった、この結果どうかしら、成功だ、俺のよし、勝った、俺はよし、一丁やってやる、出番か、出番だな、タッフッタッハッ、次も私を頼りにしてくれたまえ、俺たちに月があったみたいだな、私に任せておけ、息を合わせる、ベルの出番、うまくいくといいけどな、あんまり面倒なことは僕に任せ、私に任せておけ、人あるように立ち回らなきゃな、あ、私はルーツが良かったんじゃないですかね、で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 、戦闘を開始します、旗を高く掲げろ、進軍だ、気が進まないか、仕方ないか、邪魔よ、後ろに、予定通り行くわよ、悔しい、足を引っ張っちゃった、
とだっさっふっレア全力で攻め落とすわよ。私に任せておけ。さて、次の任務は何だ。予定通り行くわよ。私の力見せてあげる。あんまり面倒なこと僕に引き込まれる場所は交代か。テフより未来の思い出になりましたわ。未来に申し訳が立ちませんね。問題なかったな。どきなさい。今のは運が良かった。誰か助けてくれ。テフより予定通り私苦い思い出になりましたわ。戦場を駆け抜けましょう。見ていなさい。私たちも負けてはいられませんわ。予定通り行くわ。私の力見せてあげる。私に任せておけ。一つ試すか。ありませんのに。
皆に申し訳が立ちませんね。十分な成果が出たでしょう。やるじゃない。と全力で攻め落とすわよ。負けませんよ。勝ちどきをあげなさい。私たちの勝利よ。習得したものはな。命を惜しんでもらいたいよ、あったけ。俺たちなら勝てる。そう思うだろう。戦場を駆け抜けましょう。みんなも私
私に続いて。エーデルガルトさん強い。私も役に立ててるかな。見てたらダメ。とはっ、さすがに後ろの方で寝ているわけにはいかなかったな。このぎ。作業はみんなで分担しないとね。